こんにちは。エンジェルスマイルクリエイト講師の加藤でございます。講師という肩書きで仕事をやらせてもらってるんですけども、9割以上は家庭教師の仕事をやらせてもらってます。で、指導科目は、国語、数学 1A2B、 あとは英語、それから化学、それから小論文をやらせてもらってます。主にやっぱり中高生、受験生が多いです。高校受験の中学3年生と、あとは大学受験の高校3年生ですね。どういう意味合いでお伝えになったんですか？僕は仕事を通していろんな生徒さんとこう出会ってるんですけども、その出会った生徒さんが、成功、受験の合格とか成功を通して笑顔になってもらえた、そんな思いでこの名前を付けました。僕はもともと英語の講師だったんですね。1科目しかやってなかったんですけども、ただ家庭教師だと学校と違って、じゃあ他の科目他の先生聞いてくれやっていうのができないわけで、それでできないやつはちょっと持って帰って自分でまた予習して、次行った時教えてってやってたら、どんどん指導科目が増えていっちゃったもんで、その生徒さんに合わせて、科目は決めさせてもらって、やらせてもらってます。一般的にこう勉強っていうのはなんか辛くて難しいものみたいなイメージがあると思うんですけども、実際その通りだと思うんですね。勉強は辛くて難しいんです。ただその考えようによっては、辛さ、一番人間辛い時って成長してますんで、これは成長のチャンスだと。あとは難しい問題にぶち当たったって言っても、やっぱりそこで人間飛躍的な進化を遂げられるわけですから、これはもう逆に難しい問題に出会ったことを感謝すべきだと、そういう気持ちで勉強に取り組んでもらえたと。で、その辛さ難しさを乗り越えたところに勉強の達成感ってあると思います。それが本当の勉強の面白さだと僕は思うんですね。で、ちょっと忙しくなる前にですね、夏休み中にちょっとイベントを企画させてもらってまして、ちょっとその告知とかさせていただいてもよろしいですか？7月の28日、29日、8月1日、8月2日なんですが、英検準2級の対策講座をやらせてもらおうと思っております。で、対象は準2級ですんで、例えば黎明高校とか古川高校の生徒さんが多いのかなと思うんですけども、例えば、TOEIC のレベルと比較すると、だいたい TOEIC のスコア400点ぐらいなんですね、英検準2級っていうと。ですんで、ちょっと英語の勉強をやり直したいなという大人の方でも参加していただける内容にはなっているかと思いますんで、ぜひ、こちらまでみたいなの出るんですか？うちのウェブサイトのアドレスがこちらになっているんですけども、こちらの方をちょっとクリックしていただいて、詳細ちょっと確認していただければと思います。一つは、塾のいいところっていうのがあって、お互いに切磋琢磨して、塾の仲間たちとやれるというところはいいところだと思うんですね。逆に家庭教師はマイペースでやりたいという人が結構多いものですので、自分がどっちに合うのかというのはやっぱりご自身でチョイスしていただければと思います。そうですね、そういう不安に、それはあると思いますね。要は家庭教師頼んでは見たものの、果たしてどんな人来るの、変な人来たら嫌だなみたいな。で、一つ僕としてはホームページに動画を載っけてますんで、ちょっと授業風景の動画なもんですんで、それ見てちょっと僕がどういった人間なのか見ていただくっていう手段があります。あともう一つは、先ほどの、ちょっと告知させてもらった英検準2級講座なんですけども、実際授業を受けてもらって、こんな授業なんだよっていうのを体験してもらえば、どんな人来るのっていう不安は払拭できると思いますので、ぜひ夏休み中に英検の勉強一緒にしましょう。参加してください。例
例えば海外とか行くことって、まあ、その人によると思うんですけども、ただ今ネット環境ですから、ネットの言語ってもう圧倒的にやっぱり英語じゃないですか。そういうところでもやっぱり英語の必要性って今上がってきてると思いますんで、まあ、何かの、 その、まあ、僕がその英語学習のきっかけになればいいなと思ってます。いや、このホットポケットさんに今回すごく感謝してまして、というのもまあ、この7月のイベント告知させていただけるそのチャンスをいただいた。あともう一つですね、コーワーキングスペース新田さん、まあ、それは僕が仕事のスペースとしてお借りしている、まあ、この施設なんですけども、一応会場としてこの2階の会議スペースをお借りさせていただくことになりました。で、まあ、いろんな人たち の、 そのチャンスをいただくことによって、私がいただくことによって、まあ、私自身のこのイベントが実現できるということですので、まあ、その与えてもらったものにいかにこう、まあ、僕が今度は恩返しするかということになると思うんですけども、まあ、一つちょっと義務のアクションというのを今回、やりたいと思ってまして、それ2つあるんですけども、まずは参加者さんにその英語学習の、まあ、有意義な時間を過ごしてもらおうと、それがまあ一つの義務で、まあ、もう一つは、今回参加費1人500円、1回500円頂戴するんですけども、それ全額熊本の地震の被災者の皆さんに現金として寄付させていただこうと思っております。で、まあ、何か復興の足しにしてもらえたら、これも一つの義務になるということで、どんどん義務の連鎖をこう広げて世の中ハッピーにしていけたらと思いますので、皆さんのご参加をお待ち申し上げております。朝からポジティブになる英検準2級の講座でございます。よろしくお願いいたします。エンジェルスマイルクリエイトのホームページでございます。こちらちょっと下に行ってもらうとですね、私の授業風景が見れるということでですね、ちょっとまあオープニングが長いんですけど、ここでクリックしてもらうと僕の授業が見れると、あとはこのお知らせのところでですね、朝からポジティブになる英検準2級講座をクリックしていただくと、こう僕の詳しいイベントの内容が出てきますので、これを機会にちょっとご参加していただけたらなと思います。